うん、片付けは、うん、私クリスマスまで待ってんの。じゃあもうおちゃるよ、はい、これこんなの持っとくね。よかったよ、雫のせいではないよ、雫のおかげで新品になったわけやん。うちに新品じゃなくてもあれを大事に使えよ。いや、新品になったら雫に感謝するんだね。なんで雫に感謝するの。雫が噛んでくれだけ新しいのになったよ。大丈夫ですか、村は。うん、綺麗ですね。一緒ですね。なんか文句ある？ないけど、もったいないなと思って、ね。しょうがないやん。クリスマスな。すごいね。はい、すごいね。しずくわかんでごめんなさいね。ありがとうございます。しずく、お母さんがありがとうって。しずくじゃないよ。しずく噛んでくれてありがとうって。あんたナイスジョブやったんや、お母さんにとっちゃ。お父さんにとっちゃ痛かったけど。痛いよね。痛いよ。1万7千ぐらいするんやから。あれ怖い。うん。しずく。しずく。しずくが噛みました。こっちもこっちはないんか。あっちこっち、あっちこっち、うん、よかったね、新品になってよかったね。返事せえな。この色は変わるんだね。あ、色が違うな。でも色一緒なんやろな、多分。そうよ、色は変わるんだ。どうした、しずく。しずく、お前が噛んだからね、お父さん新しいの買いに来ようになったんよ。お金を使ったね。うん、なんで俺こうやってあげたんだっけ、前は。誕生日。ね、新しい、早くクリスマスプレゼントをあげました。お前のせいだ。お前のせいだ、しずく。